おはようございます、吉田勤です。今日は町田市の忠雄市民センターでやってきました。本来開所式にご案内いただいてたんですが、私はちょっとこうお伺いする機会がなかったんで改めてやってまいりました。非常に新しいこの立派な施設で、以前もう本当に古い時代の建物しか知りません。ここに非常にこの案内図を今教えていただきました。面白いことを書いてありました。会議室123というのと多目室 ABC というふうに分かれてまして、ちょっと今まで自分 この知識といいますか概念の中ではこのこういう使い分けというのは知らなかったんですが、この意味合いというのはこの会議室は最初から椅子やテーブルが配置されているごく普通の会議室、集会室の状況だそうです。で多目的室のはそういったものを机や椅子を部屋の中に配置してないと、必要な人が後で並べるというふうにできているそうです。まあ、そこに何もなく体操などをやるような人たちは当然椅子やテーブルがいりませんので、この広い床だけで使うということでこういう使い分けがされているそうです。非常に時代が新しくなってきて行政もいろいろ考えているなというふうに思いますので、そういったところも今後拡大をしていくだろうというふうに思っております。今日は町田市の忠雄市民センターにやってきました。お願いいたします。